我が目となれ、エンキドゥ。
最後はママコスプレなの。イクバルと一緒にいたんだよ。動くんじゃない。来いよ、ダッシュ。ほう、許して。年齢でもないかもしれない。バシム？やっぱりバシムだ。ネハル、俺は、言わなくていい、サディク。私も悪いと思ってる。話したいことがたくさんある。私も。お互いに話し合おう。でもその前に知りたいことがある。なんだ？その格好は何？案外話すことはないかもな。まあ、何をしてたのかは想像がつく。そっちはここに住んでいたわけではないんだろ？住むというより用事があった。何のために？なぜか見覚えがある。見たことがあるからだよ。冬の宮殿で見つけた物体に描かれてた。模様の細かいところまで思い出そうとしてたんだ。ずっとこの模様のために時間を使っていたのか？どうして？私も以前見たからだよ。いつどこでかまではわからない。見たって事実だけはある。模様が呼びかけてくるの。その謎を解き明かしたい。バシムもそうするべきよ。ああ、そうだ。仕事があるか。よせ。考えておくよ。お前がそれでこのカビ臭い壁の中ではなく、外で過ごす時間を増やしてくれるならな。バシムって、心からみんなを思ってるよね。それじゃあな。古き結社の壊滅にはほど遠い。ロシャン師匠が奴らを根絶やしにする策を講じてるはずだ。ネハルの執着について調べるか。ネハルは秘密の部屋がある場所を見つけ出そうとしているようだ。最近の若い子は